ジャニーズ事務所所属アーティストによる年越しライブ、ジャニーズカウントダウン2022から2023の開催が決定した。12月31日にフジテレビ系で午後11時45分から深夜0時45分まで、会場の東京ドームから生中継されることも発表となった。今年は総勢14組の豪華アーティストが大集合する。この日放送されたフジテレビ系音楽特番 2022FNS 歌謡祭第一夜でスノーマンが発表。深澤辰哉が、先輩後輩含め、ジャニーズ一丸となって楽しい年越しにしたいと思います。と意気込み、MC は国分太一と井ノ原快彦が務めることも明かされた。今回も、ジャニーズカウントダウンでしか見られない、一夜限りのシャッフルユニット、が歴代グループのヒット曲を披露する、シャッフルメドレー、や、他グループのヒット曲をカバーする、グループチェンジメドレー、ジャニーズジュニア、が先輩グループの楽曲をカバーする、次世代ジャニーズメドレー、などを届ける。また、10月28日に全世界メジャーデビューを果たしたトラビス、ジャパンの初出演も決定。一年の締めくくりと幕開けにふさわしい、華やかで見どころ満載の内容となりそうだ。ジャニーズカウントダウン2022から2023、出演アーティスト、キンキキッズ、ニュース、関ジャニ、カツン、平成ジャンプ、キスマイフット2、セクシーゾーン、A、B、C、Z、ジャニーズウエスト、シックストーン、スノ、マン、なにわ男子、トラビス、ジャパン、ジャニーズジュニア、出演者は変更になる可能性あり。